はい、パート16やっていきたいんですけど、芸術にボコられたんだよな。17番水道に独特の技マシンがあるらしいんだよ。多分ね、これ最初の街の左側だった気がする。ここだよね。ここから波乗りしたらいけると思うんで、ここまで飛びましょう。とりあえずまずは独特を取りに行きましょう。この辺戦ってないトレーナーも結構いるな。コロモリ戦闘にして、なるべくコロモリ倒せるやつはコロモリで倒していこう。夏軌道を稼ぐためにね。お、来た来た来た、やっと来た。これは全然変わってくるぞ。やっと来てくれたか。全然懐かなかったね、コロモリ。まあ、倒しまくってた俺が悪いんですけど。コロモリに進化しました。ある程度は強くなったんじゃないか。人気も717位から670位まで上がりましたね。上がったとはいえかなり低い方ではあるんですけど。いやー、これでだいぶ戦力にはなってくると思うよ。お、来た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 。これを拾いたかったんですよ。ママンボウはかなり強い方だとは思うんだけど。さあ、ココロモリのね、お手並み拝見といきましょうか。尻尾がハート型になってるんじゃないこれ。そんなことない。お、強い。全然効かない。さあ、これがどれぐらい入るか。まあ、ママンボは特防高めだから、半分入ったらユーグレード。おお、強いじゃん。いいね、心盛り。おお、滝登り。こんなとこにあるんだ。滝登りさ、バスラーに覚えさせようぜ。アクアテールは命中も威力も90なんですよね。それに比べて滝登りは、威力80だけど 100% 命中するっていう。まあ、こればかりは好みですね。え、めっちゃいいこと言うじゃん。お金の無駄遣いはダメなことだけど、時間の無駄遣いはもっともっとダメだよね。今しかできないことって絶対にあるはずだもん。だからなんかソシャゲとかをね、無課金にこだわって行くのは俺はよろしくないことだと思うよ。よーし、守る手に入れました。ひどいね。毒毒、守る、眠る、溶ける。はははは、動詞ばっかりだな。で、カブルモは52レベルまで育てて、ジタバタと剣の舞を覚えさせたいんで、多分ね、めっちゃ倒します。さあ、これでゲージスをボコボコにする準備が整いました。まあ、一匹ずつ見てくれ、これを。まずな、一匹目のデスカーンが毒マモしてくるんだよ。だから毒毒が効かない鋼タイプの小刀を先方に置いていく。心盛り、こいつはガマゲロゲ対策だね。ガマゲロゲは濁流、ヘドロウェーブ、地震、雨乞いなので、まあね、地震はこいつ効かないと。で、ヘドロウェーブと濁流は特殊技だから、こいつが瞑想を積めば特防が上がって特殊技があんまり効かなくなるので。待って、今気づいたけど、こいつ特性不器用だからすごいくちばし意味ないわ。チョボマキ、こいつには進化の奇跡を持たせました。こいつカブルモと通信したらアギルダーに進化するんだけど、それじゃ不人気ポケモンを救うことにはならんだろうということで、チョボマキには進化の奇跡を持たせることで耐久を上げていくと。こいつはバフロンとかに対して出していきたいね。そしてバスラオ、まあ、バスラオはな、明確にこいつを倒すためってことはないんだけど、素早く効果力を上から叩き込んでいくと。まあ、ゴツメを持ってるので物理技を食らった時にもダメージを入れることができると。カブルモも使い方としてはバスラオに似てるんだけど、とりあえずこらえてジタバタで、最大威力を叩き込んでいくという形ですね。ただこいつはこらえるジタバタをするときに相手より先に動けないと意味がないので、こいつにはスピーダーを使おうと思います。そしてゴーカザル、もうこいつはこのパーティーのエースですね。神砕くを代わりにしました。なぜならゲイチスの切り札がサザンドラなので、代わりで弱点を狙っていきたいと。え、こいつは切り刻ん相手に出して、で、切り刻んを倒さずに奮い立てるを積んで最後サザンドラを葬り去ると。まあ、ただね、切り刻んがストーンエッジ持ってるから、
そのエッジを小刀でかわしていきたいな。そのためにこいつには光の粉を持たせていて、まあ今喋ったのはあくまでうまくいけばの話ですから、まあ状況によってね、今言ったことが全て作戦通りに行くとは限らないのでね、状況に応じて臨機応変に対応できていけたらと思います。ということで、スピーダーを買っていよいよゲイチスの元へ行く前に、最後に一つだけやらないといけないことがあるので、そこに向かいます。そうやって人気の高い豪華猿のようにね、このバオプもなりたいなと、なってほしいなという願いを込めまして、豪華猿という名前で、これからさあ、バオッキー、最後の戦いに行こうか。律儀に待っててくれたんだな、ゲイチス。お前のデスカーンは俺の小刀に対して何もできないことを知ってるからね。こいつはサイコキネスも効かない、毒毒も効かない、であと守るとシャドーボールなんですよ。でこの時は鋼タイプに対してゴースト技は今一つなので、この小刀は悪鋼タイプなんで、シャドーボールが4分の1なんですね、ダメージが。だからこいつはシャドーボールを打つしかないんだが、ここで騙し打ちをすぐ打たずに鉄壁を積んでおく。で、シャドウ棒で特防が下がった時、この小刀の特性が負けん気なので、特防が下がる代わりに、攻撃が2段階上がるんですよ。それを狙っていきましょう。ということで、鉄壁を積んでいく。こう、その無意味な守るで、時間を稼いだところでこっちは解くしかないんだよ。負けん気を早く発動させたい。本来ならばシャドウ棒の追加効果の特防を下げるのは痛いんだけど、この小刀に対してはむしろ好都合。さあ、すぐ下げていいんだよ。全然効かん。30弱だね。ゲーチュス。ゲーチュス。特防下がれ。まだ下がらんか。こっちが攻撃した瞬間に、ミイラになっちゃうんですよ、特性が。相手の特性がミイラで、触ったやつをミイラにするので、まだミイラにはなりたくないから、怖い顔でいいから、とりあえず。怖い顔とか、鉄壁で時間を稼いでいく。まあまあ意味ないんですけどね、この怖い顔は。負けん気発動しろ。しないね。お、来た。これで特防が下がって、代わりに負けん気で攻撃が2段階上がると。ただ大体30食らうから、今特防が下がった段階でもう一回シャドウボウ食らうと45食らう可能性があるから、ここは一旦回復します。もう一回特防下げてくれたらもう4段階上昇。おお、光の粉が発動した。いいね。光の粉を持ってると相手の攻撃がたまに外れるんですよ。てか相手の命中率が下がる。さあ、どれぐらい入る。ああ、まあまあこんなもんか。すごいな、2段階上昇でこれくらいか。結構食らうな。もう一回魔剣気発動したら美味しかったけど、まあいいか。これ落ちるよね。落ちろ。おっしゃ、おっしゃ。サザンドラ出すの、もう、もうサザンドラ出すの。切り札出して、ちょっと待って、こっちの演出も考えてよ、マジで。サザンドラならどうしようかな。バオッキーで、奮い立てるを積みたいんですけど、普通に出したら、波乗りされてぶっ殺されちゃうんだよな。サザンドラにね、怖い顔を一回入れたいんだよ。怖い顔を一回入れて素早さ下げたいんで、
相手が弱点ついてダイモンズとか気合玉打ってくんなら光の粉発動する可能性はかなり高いと思うんですよ。ただ特防2段階下がってるから波乗り流の波動で安定タクを取ってくる可能性がある。ただコンピューターがどっちを選ぶかだね。それで外してくれたら怖いかを1回入れられるので、1回でも入れられればかなり有利になるので、それを狙っていこう。コンピューターがどっち取るかだな。粉発動してくれ、粉波乗り、おしよ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 し、いいね。なあ、よかったよかった。波乗りで、波乗りだから危なかったけど外してくれたから、光の粉すげえ仕事してる。これはじゃあもう何してもいいから、あとは退場してもらえばいいから、楽しい時間。おお、もう出した、2連続出した。いやー、これメタルクローが良かった。まあまあまあ、すごい小股な、すごい仕事した、ありがとう。2回かわしてくれた。これかなりでかいぞ。で下がってるから、翼下がってるから多分ね、あのカブルモとかで先制できるんだよ。だからカブルモでこらえるジタバタで落とせるか。これスピントレンズも持ってるから、だからスピーダー使う必要ないんですよね。こらえるジタバタで落ちるかな、カブルモの。落ちてくれ、頼む。ピントレンズが発動したら確実に落とせると思う。さあ行ってこい。文字じゃないんだ。つか竜の波動一発で落ちるんだね。これジタバタ、いけ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 、うわ全然効かねえじゃん。サザンドラ耐久高くね。いやでもこんだけ削れただけよしとするか。でもさ、バオッキーの方が早いから一旦奮い立てて瓦割りで、ここから瓦割りは正直落とせるか微妙なところだと思うんで、一旦振り立てよう。波乗り1回は耐えてくれるはず。カブルモがここまで削ってくれたおかげで振り立てる1回圏内に入れられたと考えよう。そしてカブルモはだいぶ仕事をしてる。耐えるよ耐えるよ。 OKOKOK、 えらいえらい。さあバオッキー決めてこい。770位の怒りをこのサザンドラにぶつけるんだ。いいね。よし、これで切り札倒したということで、貝殻の鈴でね、体力も回復していく。バッフロン、もうそのままいっていいんじゃないか。瓦割りでバッフロンよりはまだ早いだろう。オッケーオッケーオッケー。どれぐらい入るかなこれ。おーおーおー、まあまあまあいいんじゃないか。うん、こんだけ削ってくれれば大丈夫。ありがとう。いいね、この全員で戦ってる感。これ悪事で落ちるんじゃないかな。待って、バッフロン倒したら何が残ってる相手。あとシビルドンとガマゲロゲとキリキザンか。シビルドンがきついね。うん、残ってる3匹じゃ誰もシビルドン倒せないな。シビルドンね、ワイルドボルト覚えてるから心盛りダメで、バスラーもダメで、解放者覚えてるからチョボ巻きもダメなんですよ。まあ一回毒毒入れるくらいのことはできるかもしれないけど、いやーでもシビルドンに先制できないな。じゃあバッフロンに出していって元気のかけらを使って耐水立て直すために耐えてもらおう。奇跡持たせてるから結構耐えると思うんだよね。いや今やるよりはね、一回溶けた方がいいね。これはクローブレーキどれくらい入る。耐えるよね。耐えないの。これ薬使われるから、チョボ巻き仕事してよ。もうとりあえずバオッキーを回復。チョボ巻きこんなに耐久低いと思わなかったな。レベルもっと上げるべきだったな、チョボ巻きは。まあ、こんだけレベル差あったらきついか。アフロベイクが強いんだよな。ワイルドボルトが強え。こいつもワイルドボルト覚えてるんだよな。シビルドンも覚えてるからね。さ、反動とゴツメでこれだけ削れば、これだけ削ればワオッキーで振り立てる瓦割りで落とせるよね。
いや、鬼火を入れておくか。鬼火を入れておけば、チョボマキでもた、一回鬼火。オッケー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 、ちゃんと当てていく。でチョボ巻きで受けられるので、いやバオッキーで受けられるか。この間にかけらでたくさん回復をさせておこう。なかった時のためにこの中で一番敵の攻撃を耐えられる可能性。あ、待って、駒大変使っちゃった。これ反動だけで倒せんじゃないか。これはね、落としに行った方がいい。回復する？オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。ギリ回復圏内か圏外か微妙なところだった。オッケー。ガマゲロゲか。よし、じゃあ心盛りへ。さあ、お前の力を見せる時だ。心盛りの時とはね、一味違うってところを見せてほしい。10レベルも差あったらなかなかきつそうだが、アマゴ一回挟んでくんねえかな。アマゴしろ、アマゴしろ。うわ、濁流で来る。瞑想1積みでどれぐらい耐えるか。うー、これもう一回瞑想積んでギリ耐えるか耐えないかぐらいじゃない。耐えてくれよ、耐えてくれよ。耐えろ耐えろ。外してくれたらいいんだけどね、濁流は命中100じゃないんで。帰ろ。えらい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 。オッケー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 。いけるいける。これ耐えたのえらいよ。これ全然乱数で落ちる可能性あったよ。外せ外せ外せ。オッケーオッケー、6回積もう。これシビルドンもそのまま持っていけるかもしれねえぞ。外せ。うわー、雨乞いでこれで、ね、濁流の威力が上がるんだよね。外せよ、濁流。うー、つ、急所、急所、うっそー。急所はきついって。せっかく積んだのに。え、これきつくね、ずっとかけらループじゃないこれ。うわ、めっちゃ元気の塊欲しいな。とりあえず雨が晴れるまで待ちます。雨が晴れるか濁流を外すまで待った方がいいから。うわぁ、あの急所、まあでもね、積みポケモンの宿命ですよね。いつか急所に当たるから。外さんかな、濁流どっかで。とりあえず晴れ待ち。上がった上がった、よし。もう一回雨乞いか。ヘドロウェーブで来るか。濁流外してくんねえかな。外して外して外して。PP 切れてもいい。とりあえず、PP 切れか外すまで回復で粘るしかない、これはもう。そんな残ってないはずだよ、もう。ああ、もう、濁流切れたんじゃないこれで。え、切れたよね、多分。そう、濁流って命中率85なんですよ。よく、こんな当て続けられたの。ヘドロウェーブでこんなに入るのは計算外だ。まずい。あ、濁流まだあるじゃん。外せよ。濁流いつ外すの？切れたかな？数えとけばよかったね。これは瞑想積んだらヘドロウェーブは耐えるよ。え、濁流やめてね。濁流やめてね。濁流やめてよ。濁流やめてよ。あ、オッケー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 。助かった助かった。とりあえず瞑想2、3回積んで、ヘドロウェーブが全然痛くないぐらいまでになってから、かな。そうこう言ってるとまた急所に当たるんだけどね。命中下がってんのが痛い。こんだけ詰めば大丈夫でしょう。濁流も切れてるね、これは。オッケー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 。そろそろヘドロウェーブも切れるでしょう。オッケーオッケーオッケー。あ、
切れたんじゃない？これ多分切れたよね。雨降ってんのに雨乞いしてきたから多分切れた、多分切れた。うん、切れてる切れてる。もうこいつ雨乞いしかやることないから自信は効かないし。オッケーオッケー、いけるぞこれ。この隙に全員回復して、ほらほらほら、もうやることないから自信とかしてる。そのうち悪あがきを始めると思う。自信も PP10 だから。ただこの心森命中が2段階下がってるのがうぜえんだよ。瞑想これ今5回目かな。もう6回積んだよね。じゃあ攻撃していこう。おお、ちゃんと当てる。6段階積んだ最高ゲネス。うん、まあまあこんなもんか。お、悪ガキが始まったぞ。よし、強かったなこのガマゲロゲ。切り刻んにはやることないな。じゃあ小刀にエッジをかわしてもらおう。つか小刀に対してはエッジ打たないか。辻斬りかな。光の粉でもう一回奇跡を起こしてもらおう。さあレベルも高いし進化した先だし、切り傷圧倒的不利な状況だが、おし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 、光の粉、光の粉最強。これは何するべきかな。この小刀はね717位でもほぼビリなんだけどね、切り刻んは184位なんですよ。かっこいいもんね小刀。どうしようこれね、怖い顔を一回でもできればかなり仕事したと言っていいのではないか。まあ当てるよな。いや一回かわしたのすごい偉いよ。もうちゃんと耐えてるし。で一発入れて一発お見舞いして退場するか。いやー小刀ありがとう。ほんと大活躍だよ小刀。一番さこの6匹の中でさ役に立たないなら小刀かなって思ってたんだけど、そんなことなかったね。ここは被るもで一発お見舞いしてからバオッキリ削り切ろう。あ結構入る。さあこのエッジだ。そのこのエッジがきついんだよね。まあありがとう。被るももこれだけ削れば文字で落とせると思う。シビルドンのこと考えたらフリータテルを積んだ方がいいんじゃないか。ジョネビだな。オッケーオッケー、ちゃんと当てる。いいね。エッジが怖いけど。そっかそっか、エッジが急所に当たることを考えたらあまり居座らない方がいいんだ。ここは一旦落とそう。これぐらい削ったら落ちるよね。オッケー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 。まあまあもう無駄急所でしょう。さあ問題はこのシビルドンだよ。とりあえず心盛りで一発お見舞い。まあどうせ噛み砕くかワイルドボルトで落とされるとは思うんですけど、とりあえず一発お見舞いしておこう。ひるめもベスト。ひるめひるめつか。いや最後技術が良かったかな。ひるめ、うん、ひるまないか。まあ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 いいでしょう。全員で削ってバオッキーにつなげよう。一回耐えてくんねえかなチョボマキ。奇跡入ってるし火炎、まあでも火炎放射はきついかなさすがに。火炎放射はさすがに耐えないよな。うまっ。おー偉いけど偉いけど、これもう絶対手の方が早いよね。え、これさ、なんかのバグでさ、こっちが先に動くとかねえかな。ありませんでした。うん、これバスラオで削って、バオッキーで仕上げをした方がいいな。まあ、どうせやられるから、これはアクア滝登り、滝登り。ワイルドボルトで落とされると思うんだ。で、反動を受けるし、5つ目のダメージも入るから、これバオッキーで落とせると思うよ。反動で、5つ目も入ってるから、5つ目でしょ？反動でしょ？オッケーオッケーオッケー。これで大文字でいけるだろう。さあ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 。この長い旅も、この一発で終わりだぞ、バオッキー。最後決めてこい！行ってこい、バオッキー！
おお、来た来た来た、バオップ来た、来ました。こいつの名前はこれで、ゴーカザルで。つえー、ゴーカザルつえー。当たらんかったらしばく。しばくぞ、おお、強い。いいね、ゴーカザル。いいよ。おい、鬼外せ、バカ、お前。お前ならできるぞ、バオッキー、いけ。よーし、さすが。もう豪華猿とか言ってらんねえな、お前のこと。もうお前は立派なバオッキーだ。もうお前は豪華猿じゃない。終わった、全部終わった。バオッキー、お前が終わらせたんだぞ。さて、Nよ、今もポケモンと人は別れるべきだと考えるか。うはははは、英雄になれぬ私が伝説のポケモンを手にする、そのためだけに用意したのがその N。 言ってみれば人の心を持たぬ化け物です。そんな歪で不完全な人間に話が通じると思うのですか。アデクさん、こいつの話を聞いても面倒なだけです。こいつにこそ心がないよ。そうだな、本当に哀れなものよ。 N よ、いろいろ思うことがあるだろう。だがお前さんは決して芸術に操られ真実を追い求めたのではなく、自分の考えで動いたのだ。だからこそ伝説のポケモンと出会うことができたではないか。だが僕に英雄の資格はない。そうか、伝説のポケモンと共にこれからどうするか、それが大事だろうよ。分かったようなことを。今までお互い信じる者のため争っていた。だのになぜ。 N よ、お互い理解し合えなくとも否定する理由にはならん。そもそも争った人間のどちらかだけが正しいのではない。それを考えてくれ。君に話したいことがある。君と初めて出会ったカラクサタウンでのことだ。君のポケモンから聞こえてきた声が僕には衝撃だった。なぜならあのポケモンは君のことを好きと言っていた。一緒にいたいと言っていたから。ポケモンは今一緒にいないんですけどね。僕には理解できなかった。世界に人のことを好きなポケモンがいるだなんて。それまでそんなポケモンを僕は知らなかったからね。それからも旅を続けるほどに気持ちは揺らいでいった。心を通い合わせ助け合うポケモンと人ばかりだったから。だからこそ自分が信じていたものが何か確かめるため君と戦いたい。同じ英雄として向き合いたい。そう願ったが。ポケモンのことしか、いやそのポケモンのことすら理解していなかった僕が、多くのポケモンと出会い仲間に囲まれていた君に叶うはずがなかった。さてチャンピオンはこんな僕を許してくれたが、僕がどうすべきかは僕自身が決めることさ。スナセマル、君は夢があると言った。その夢叶えろ。素晴らしい夢や理想は世界を変える力をくれる。スナセマル、君ならできる。それじゃさよなら。はい、ということで不人気ポケモンを救いたい実況、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。そしてね、一緒に旅したカブルモ、チョボマキ、コマタナ、ココロモリ、バスラオ、そして他にもね、道中一緒に旅したポケモンたち、そしてバオッキーにね、
本当にありがとうと伝えたいですね。ポケモンの動画でシリーズ完走したのはこれが初めてなのかな。まあ、最初から見てくださった方、最終回だけ見に来たって方、途中途中つまみながら見たって方たくさんいると思うんですけど、もう皆さん本当にありがとうございました。まあ、こういうシリーズものはね、再生数が下がっていくのがまあ宿命っちゃ宿命なんですけどね、こうやって見てくださる皆さんがいるから最後まで完走することができました。本当にありがとうございました。ポケモンというものはね、強いポケモンとかかっこいいポケモン、かわいいポケモンだけじゃないってことをね、あまり目立ってないポケモンにそういうスポットライト当てたくてこのシリーズを思いついたんですけどね、この動画を通して少しでも不人気だったポケモンだとか不遇なポケモンにね興味が湧いたりとか好きになってもらえたら、もうこれ以上嬉しいことはないです。最新作のソードシールドにも今作ブラックホワイトのポケモン多いんでね、ぜひ育ててあげてください。俺の最後の手持ち、この右上にいる6匹もバオッキー以外はみんなガラル地方登場するんで使ってください。またね、ダウンロードコンテンツでバオッキーも追加されるかもしれないからね、そしたら俺もまた使いたいと思います。まあ、次のシリーズは少しは考えてるんですけど、まあ目隠しアルファサファイア残ってはいるけどね、これから新しく始めるものはこんなに長いシリーズにするつもりはないです。まあもうちょっと短めかな。配信とかも絡めつつね、また何か出していければいいなと思います。ということで、この第5世代ブラックホワイト、今やり直しても面白いゲームになってるんで、ブラックホワイト2もあるのでぜひ買ってやってみてほしいと思います。ということで、本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次回作でお会いしましょう。お相手は砂川でした。ありがとうございました。それではさようなら。